それでは映像トピックです。一番帰りを喜んだのは、328日ぶりに国際宇宙ステーションから帰還、女性では最長の宇宙連続滞在を成し遂げたクリスティーナ・コックさん。1年近く留守にしたコックさんの戻りを待ちかねていたのは愛犬の LBD。 猛烈な喜びでコックさんを迎えたこの映像がネットで話題になりました。ちなみに LBD とはリトルブラウンドッグの頭文字を取ったものだそうです。